育野城というお城の後に育霊神社が建てられた。それ以前は、700年前以前はここにお城があったよ。ああ、そうなんだ。自分に見つかって殺されてしまった。殺されて、その姫様がその亡骸を発見して、その兵士たちを呪い殺そうということで、はいはい、この上でそういう。ほんまや。さすがに猫の石が。ちょっと近づいてみようか。行きましょうか。来ました。これが、神社なのかとは。あ、すいません。絶対多分ね。今めっちゃ鳥肌立ちました、これ。今日めちゃめちゃあるわ。はい、どうもです。今日はね、どこに来たかと言いますと、今日は、育霊神社というね、ところに来ました。育霊神社って、育てるに幽霊の霊って書くんですよね。呪いに関する神社だということで、来たいと思います。行ってみましょう。僕はそのさっき聞いたんですけど、あの呪いをね解く神社らしいですよ。ちょっとどうしましょうか。これちょっと散策しますかね。これ一番新しい、最近できたっていうか、まだダミーみたいな感じ。ダミーなんですか。ダミーじゃないけど、まあなんか、え、そう、ダミーなんですか。いや、本当はあの上にあって、さっきからずっと上にある。あ、いや、僕思ったの正面に鳥居が見えたけど、はいはいはい、あれから歩いて30分。30分、うん、育霊神社奥の院。奥の院、はい、ここに御分霊祀ってますけど、あ、昔なんかそのお城があって、お城の後、育野城というお城の後に育霊神社が建てた。ああ、あ、なるほど。で、そ、上にはあの井戸とか馬をつなぐとことか、下から矢を打っても当たらんように馬つなぎ場とか井戸とか全部あるんですよ。あ、あるんですか。未だにそれ以前は、700年前以前はここにお城があったよ。ああ、そうなんですか。かなり、まあ元気なんだけど上がってみてください。ちょっと雑な静かよいしょ。結構急務所楽しい。そうですね、体力奪われますね。というわけで、来ました、あの上にね。はいはいはい、この辺にお城があって。ああ、お城が、はい。で、お城があって、そこにあのお姫様と猫がいて。お姫様と。で、その敵軍がその城を攻めて、あのお姫様とその猫がこの山の上に逃げ込んだけど、食料が尽きちゃったと。ああ、なるほど。で、猫がまあ取りに行こうみたいな、いう、まあそういうような話があって。はいはいはい。で、その猫が敵軍に見つかって殺されてしまった。殺されて、その姫様がその亡骸を発見して、その兵士たちを呪い殺そうということで、はいはい、この上でそういう、なんだろう、ね、藁人形を撃って呪い殺したという伝説が。だから呪いに関係する神社ってこと。そうなんですよ。で、でもその呪いだけと言いつつも、その呪いを解くための神社でもあって。あ、なるほど。だから呪うこともできるし、呪いを解くための神社でもある。ここ神社ってすごいですね。ここが神社ってなって、
清堂って書いてある。ほんまや。さすが猫の石が。ちょっと近づいてみようか。行きましょうか。これわかります？今お尻の部分なんですけど。猫の石。かわ。困ってます。よいしょ。昔のやつだから1円玉とかあれやっぱ昭和56年おさらしますきました。はい、これが神社なのかとは分かんないけど、一礼神社って書いてありますよ。はい、神社。神社だ。なんと総本山っていうんですかね。すごいね。それはないと思うけど。感じの。猫ちゃんが結構お金が。足にもある。めちゃめちゃあるやん、よう見たら。そうだろ、これ。こすごくですよ、これ。マジで、これ。こっちもあるって、こっちもある。絶対、あれって3本ってことは、多分、頭、胸、うん、この、お腹みたいな、ここ、やったはず、絶対。多分ね。今めっちゃ鳥肌立ちました、これ。今日めちゃめちゃあるわ。やばいです。ちょっと僕もちょっと半分ちょっとね、ノリ的な感じで、ちょっと上に行ったら、ちょっとゴスンクギとか、わら人形あるんじゃないかと思ったんですよ。これ、ほんまにこれありましたね。多分、これは多分、住職さんが多分、危ないかなって、ちょっと多分、わら人形取ったと思うんですけど、多分、見たところ多分、ほんと、20箇所ぐらい打ち込んであるんですよ。もう全部こう、わかりますか？そう、3本指、なんか打ってて、頭、心臓、お腹みたいな感じで、もう、こことか3本とも、
売ってあるんですよ、うん、これとかもそうなんかな、かなりちょっと空気はないけど、このあれとか、うん、そうですよね、絶対ほんまやばい、不自然な。でも釘を打った跡ってのがすっごいなんか多くて、やば、ここにもある、多分こういうやつとかも、そうですよ ね、ここもあった、うん、そう、でも多分残ってんのは多分抜けれないやつなのかもしれない。あれじゃない、多分放置されたやつじゃない、これっすね、これっすね、え、これってあれっすね、絶対そうだな、釘打ったやつですね、これね、そうだな、多分これ下に落ちとったんだろうな、枯葉とかが、やばい、ちょっとこれ、うん、やばいな、やばいですね、それちょっと、やばいやつやな、はい、はい、どうですか。いやね、ほんと登ってきた時はほんとまあね、面白半分でほんとなんかこう呪いの逃げあるわって言ったんですけど、いや本当の現場見たら何もいないですね、うん、本当に。そうだね、登ってきてやっぱりまあ冗談半分なのかなと思ったら本当にやっぱやる人はいるみたいで、そうですね、であのね、ハンマーみたいなのもあったし、ありましたね、びっくりしたです本当に。あれさ、ここでおあのなんかあのそう藁人形をお焚き上げするようなとこもあったんで、そうだな、であのハンマー何に使うって言ったら、まあ、限られてると思うよ、ね、このところ補修するためって言っても補修した箇所ないし、ないっすよね、もうそれかもう打つ、もうどう考えても打つためにその誰かが捨てたやつをあそこで保管してる可能性もあるし、あ、ね、もしかしたらこの神社ももしかしたらそういうのを容認してるのかもしれない、そうかもな、だってもう昔からのあれだし、まあ、やってたら多分怒られ、なんか言われるかもしれないけど、でも釘がもう多分すごいあったから20箇所くらいありましたね、うん、本当に。でも多分抜いてることもあると思うよ。抜けれないやつを多分そのまま言ったんだよ。深く刺さってるやつだね。深く刺さってるってことはそんだけ恨みがあるってことですね。そうですね。相手の恨み。そうだね。とりあえず、あれよね。呪いというか、あの、最後に今年流行ってる、その、新型のね、ウイルスの、ちょっと呪いの除去をちょっとお願いしたいなということで、レオに。僕ですか？ちょっとお参りして、そうですね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。